ジョナサン・マッケン・ジー・ウィリアムソンは、アメリカ合衆国フロリダ州、デュバル郡ジャクソンビル出身のプロ野球選手。現在は FA。愛称はマック。2015年パンアメリカン競技大会では、ジョナサン・ウィリアムソンと表記された。ウェイクフォレスト・ローズウェル高等学校から、ウェイクフォレスト大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト46巡目で、 ボストン・レッドソックスから指名されたが、契約には至らなかった。2012年の MLB ドラフト3巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、7月17日に契約を結び、プロ入りを果たした。7月18日に、参カのルーキー級アリゾナリーグジャイアンツへ配属された。ここでは4試合に出場して打率。176、日本塁が、7打点。 3アンダーを記録した。7月24日に A-9、セイ,イコールカイザーボル系の図へ昇格した。ここでは29試合に出場して打率。342、7本塁打、25打点、39アンダーを記録した。2013年3月20日に、メジャーのスプリングトレーニングに招待された。3月31日に a 級3のゼジャイアンツへ配属された。 136試合に出場して打率、292、25本塁打、89打点、152、アンダーを記録した。2014年1月13日にメジャーのスプリングトレーニングに招待された。開幕から a 級3の図でプレーしていたが、4月下旬にトミー・ジョン手術を受けたため長期離脱した。この年は23試合に出場して打率。 318、3本塁打、11打点、27アンダを記録した。2015年2月2日に、メジャーのスプリングトレーニングに招待された。4月9日に、a 級リッチモンドフライングスクールエルズへ、配属され、開幕を迎えることとなった。69試合に出場して打率、293、5本塁打、42打点、76アンダを記録した。 6月26日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格した。シーズン途中では2015年パンアメリカン競技大会の男子野球アメリカ合衆国代表に内野手兼外野手で選出されたことが発表されたダスティ・コールマンの事態に伴い代替選手として代表入りしている。7月7日にパシフィックコーストリーグからテンポリアリー、 インアクティブリストに登録されたが、これは同大会に参加するためである。同大会では決勝のカナダ戦でサヨナラ負けし、準優勝で銀メダルを獲得した。7月21日にテンポリアリーインアクティブリストから解除され、復帰した。7月27日に7日間の故障者リストに登録された。トリプル A 級サクラメントでは54試合に出場して打率。 249,8本塁打、31打点、47安打を記録した。9月16日にメジャー契約を結び、メジャーに初昇格した。9月23日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビューを果たした。9月25日のオークランドアスレチックス戦で右翼手で初先発出場し、ソニーグレーからメジャー初安打を記録した。 メジャーでは10試合に出場して打率、219、1打点、7アンダを記録した。サンフランシスコジャイアンツ時代2016年3月27日にオプションでトリプル A 級サクラメントへ降格し、開幕を迎えることとなった。4月15日にメジャーに昇格したが、22日にオプションでトリプル A 級サクラメントへ降格した。 4月24日のタコマレーニアーズ戦では1試合7打点を記録したが、これはキャリアハイであった。5月2日にメジャーに再昇格したが、9日にオプションでトリプル A 級サクラメントへ降格した。6月2日に今度はハンター・ペンスの故障シャリスト入りに伴って昇格。6月8日のレッドソックス戦ではデビッド・プライスからメジャー初本塁打を放った。 この年は54試合に出場して打率、223、6本塁打、15打点、25五安打を記録した。2019年3月9日2019年3月28日にィーフとなり、4月4日にマイナー契約でトリプル A 級サクラメントへ配属された。5月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。五月十五日に再び、 ディーフとなり、6月1日に FA となった。2019年6月4日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、翌5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月16日にディーフとなり、翌17日にマイナー契約で参加のトリプル a 級タコマレーニアーズへ配属された。 2019年7月25日、不審により退団したジャスティン・ヘイリーと入れ替わりに、韓国プロ野球のサムスン・ライオンズと契約した。韓国語での表記は、メク・ウィリオムスンしかし、同年限りで退団。2020年1月15日にはシントン・ナショナルズと、マイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、 2月12日に正式公示された、ジョナサン・ウィリアムソンに関するカテゴリー、ありがとうございます。